コンテンツ見るキックスタートトレーニングへようこそ。これからですね、コンテンツ見るから提供している英語のですね、コンテンツをローカライズ、日本語化していく。ここで重要なんですけれども、翻訳ではなくローカライズという言葉を使っていきます。この意味の違いはですね、後ほどお話をしていきたいんですけれども、では始めましょう。事前の必須アイテムの確認なんですけれども、コンテンツ見るのですね、英語のコンテンツをローカライズしていくには、マイクロソフト社のワードのソフトウェアですね、そして Google 翻訳、これはブラウザー上、クラウド上で利用できる Google のサービスになっております。これは無料で使えるものですね。そしてテキストエディターですね。まずですね、これを具体的に見ていただきたいんですけれども、こちらがワードですね。このワードのファイル、あと、強いて言えばですね、PDF 変換するソフトも必要になってきます。そして Google 翻訳なんですけれども、Google スペース翻訳、一番最初にですね、Google 翻訳というのがリストされますので、こちらをクリックします。はい、こちらが Google の翻訳サービスになります。そしてですね、こちらがですね、テキストエディターになります。はい、もう一度戻りましょう。事前の心構えなんですけれども、Google 翻訳を、昔からテストしてたんですけれども、最初の頃はですね、もう何を言っているのか、もうデタラメな、翻訳結果が多かったんですね。どんなにお金を積んでですね、さまざまな翻訳ソフトを使っても意味不明っていうような結果に終わる状況が続いたんですね。定期的にですね、私はテストしてたんですけれども、最近になって Google 翻訳の精度は昔に比べて飛躍的に上がったんですね。時にはですね、もうパーフェクト、何の修正もいらずにドンピシャの翻訳結果が出る時もあるんですね。もう感動的なんですけれども、であとはですね、若干ちょっと直す必要があるよといったものが、大概の結果に、反映されてきました。そして何言ってるか全然わかんないよっていうのが、もうごくほんの稀なんですけれども、そういうものも結果としては出てきます。ですからほとんどの結果っていうのは修正すれば使えるよというものが大半ですね。そして中にはドンピシャなものがある。そして中にはごくわずか、もう何意味不明、何言ってるかわからないよといったものが多いと。この結果を踏まえてですね、私が感じたんですけれども、まず子どもの作文を添削する感覚、心構えですね、持つことが大事だと思います。ですから例えば一つの単語であってもですね、大人が使う単語の言葉とですね、子どもが使う言葉が違うと、そういったもの、もしくはテニオ派ですね、こういったものを修正する、もしくはですね、不要な分かりづらい部分を分かりやすく表現するといったですね、そういった創意工夫が、あるとより自然な日本語に近づくよということが言えると思います。そしてですね、2番目なんですけれども、君はきっとこういうことを言いたいんだねという姿勢ですね。ですから何を言わんとしているかというものを予測していくっていう心構え、これが必要になってきます。ですので最初のですね、子供、相手が子供なんだと、そしてその子供の書いた文章を見てやるんだと、それに付随しながら、僕ちゃんはこういうことを言いたいんだね、きっとそうだよねっていうような感覚ですね、これを持つ Google 翻訳に対して、持ってあげることが、良い結果をもたらすと。そしてですね、次なんですけれども、現状に引きずられないっていうことですね。例えば一つのレポート、e-book なんかをですね、翻訳する場合なんですけれども、学校のテストのですね、英作文の、翻訳テストとは違うんですね。極端な話、一部を削除して、一部を新規に加えてもそんなの自由なんですね。ですから、現状に引っ張られてですね、がんじがらめになることはないと。全く自由に書き換えることができるよと。これが翻訳とローカライズの違いの一つでもあります。そしてですね、次にですね、
言わんとしている重要ポイントをつかんでいくと、どうでもいい部分っていうものと絶対に外せないっていう重要な情報ですね、こちらを区分していく習慣をつけると、極端な話重要ポイントだけつかめばですね、例えばブレッドポイントのように、まあ、短い言葉で重要ポイントだけを表し、それを全く新しい言葉で包み込んで、その中に重要ポイントを入れていくということも可能になってきますので、事前に その心構えを持っていただきたいと思います。 Google 翻訳利用事前心構えなんですけれども、まあ、具体的にお見せしますけれども、まず 一段落ごとに翻訳すると、まあ、文脈を最適化って、まあ、書いてあるんですけれども、私がですね、Google 翻訳をずっと毎日のようにして、試してるんですけれども、例えば一文、一つの文章、ピリオドまでの一つの文章を翻訳した場合、そして、一つのブロック、段落ですね、を翻訳した場合、そうした場合ですね、同じ単語の訳がですね、異なる訳、異なる表現の場合っていうのが出てくるんですね。ですので、もしかしたらその前後の文章の文脈によってですね、翻訳を最適化していってるんじゃないかという仮説が立つと思います。まあ、私が実際 Google さんに聞いたわけではないんですが、結果としてそういうふうになりますので、ですので、まあ一段落ごとに翻訳にかけていくっていうのがまあいいんじゃないかと。まあ、実際5000語までは対応できるようなんですけども、あまり多すぎてもですね、どのブロックがどのブロックかわからなくなってきたりしますので、基本的には私の経験、これまでの経験からは一段落がベストだと思います。一段落が1行であった場合には、その1行でいいわけです。そして次なんですけれども、まあ、Google の翻訳の癖を覚えていくっていうのも一つ事前に、頭に入れておいていただきたいと思います。こういう時にはこういうふうな誤った表現をしてくるなと言ったような場合、それを頭、あなたの頭の中で置き換えていくと、そういったですね、癖ですね、これを覚えていっていただきたいと思います。次に、意味不明の訳文は無視または文脈から想像すると、もしですね、意味不明の結果が出た場合、それはとりあえず置いといて、次の段落を翻訳にかけてみてください。そして、意味不明の前と後ろの文脈からですね、まあ、大した意味はないだろうといった場合には、もう削除しちゃっても構いません。もし、その前後の文脈から、おそらくこういうことだろうと言った推測を立てるんですね。例えばその文章での翻訳かけてもダメだった場合には、単語の翻訳にかけていくと、そして単語と単語を結び合わせて前後の関係からですね、きっとこういう意味だろう、これはちょっと削除はできないなというようなものであればですね、書き換えていくといったまあことが効果的ではないかと思います。ではですね、具体的にこちらが Google の翻訳になります。例えばですね、はい、こちらメンバーエリアからダウンロードできるものなんですけれども、このようにですね、一段落ごとにスペースが入っております。ですので、例えばこれでしたら、ここからここまでが一つの段落になります。こちらをコピーします。そして左がですね、英語というタブをクリックしてですね、こちらペーストします。そしてこちら日本語ですね。もうこうすると自動的に、まあ、翻訳結果がこちらに出ると。何のボタンを押すこともないんですけれども。そしてですね、まあ、一つの方法としてはですね、こちらスピーカーマークがあるんですけれども、音声を聞くと。リストビルディングはサブスクリプションとアフィリエイトマーケティングと引き換えに高品質の情報を提供することで、ターゲットオーディエンスとつながることです。成功するためには、レーザーをターゲットとしたレスポンシブなメールリストが重要です。このようにですね、読み上げさせるとですね、不自然な文章か自然な文章かっていうのが分かってくると思います。まあ、このようにですね、ある程度意味が通るものなんですね。そしてですね、こちらコピーというボタンがあるんですけれども、こちらをクリックするとですね、この今翻訳してくれた結果をですね、コピーすることができます。
そしてテキストファイルに貼り付けていくというような流れになっていきます。そしてですね、例えば、はい、単語の翻訳をした場合ですね、この右下にですね、どのような使われ方をするのかという候補が出てきます。ですので、例えば段落の翻訳をしてちょっと一部分不自然だなと思ったら、その単語をですね、単語だけをこう翻訳にかけると、この右下にですね、翻訳候補が出てきますので、非常にですね、これも便利っていうか、おそらくほとんどの場合これで型がつくと思います。では次に進んでみましょう。ローカライズのスタート。英語コンテンツを開く。ある程度のコンテンツをテキストファイルへ貼り付ける。1段落ごとに Google 翻訳すると。先ほどお話したこととちょっと被るんですけれども、もう一回ちょっと見てみたいんですけれども、こちらがですね、英語のコンテンツになりますけれども、このようにですね、目次を見ると、第一見出しが4つあります。私の場合はですね、事前にこの一つの見出し分のコンテンツですね、これをテキストファイルに、コピペしていきます。はい、これが一つ最初の段落ですね。そして第一見出しはですね、私の場合はスラッシュ1本スペースで、こちらが第一見出しだよと分かるように、印をつけます。この第一見出しの章にはですね、第二目次みたいのがないんですけれども、その場合には例えばスラッシュ2本を入れていくと。そうすることによって、今自分がどこにいるのかが分かると思います。 もちろんですね、全部を貼り付けてもいいんですけれども、人間の差がというか、私の経験からもですね、あまりにも膨大だとですね、右側のスクロールバーばかりを見るようになってしまいます。そしてまだ減らないということで、実際に仕事が進まなくなっちゃうんですね。ですので、1章ぐらいずつが、いいんじゃないかと、そういうふうに思います。そしてですね、こちらコピーします。そして貼り付けます。はい、そうするとこのようにもう瞬間的に翻訳してくれました。そしてこちらですね、この下に私は文章を入れます。そしてこの上ですね、下の訳を見ながら、そしてこの英文オリジナルの英文を見ながらですね、付け合わせながら正式に翻訳した文章をですね、このように書いていくと、例えばリストビルディングっていうのはリスト構築に置き換えていく、そうしたちょっとしたものですね、あんまり神経質にならずにですね、このようにどんどん翻訳を進めてもらうと、そして最終的にですね、すべてを読み返す、そしてダブった部分、そして不要だと思う部分は削除する、そしてもっと詳しくそこを補強したいなと思うものは補強していくと、こういったやり方ですね。そして今こちらで正式最終的な、翻訳が完了したよと言った場合、このようにですね、英文と翻訳の文章を削除していくと、また次のブロックへ行ってこちらに翻訳文を入れていくと、こういうふうにして私は進めていきます。なぜテキストファイルを使うのかということなんですけれども、ワードに比べてですね、非常にレスポンスが早いんですね。ストレスがないんですね。その点が非常に使いやすい、使い勝手がいいと言えると思います。そして最終的にですね、日本語でのあなたのレポートを作るときには新規のワードファイルとして作ります。もう既存のですね、英語圏のものをそのまま持ってきますとですね、いろんな化粧とか、デザインが施されていたりとかですね、ワードっていうのは結構使い勝手難しいんですね。ですので、ゼロから作った方が何も引きずらないよと。そして、英語圏のワードのレポート等は通常はリーガルサイズになってますけれども、日本の場合は A4 サイズですね。このようにいろんなちょっとが違うので注意が必要になってくると思います。そしてですね、こちらちょっと漏れてたんですけれども、努力校単位に注意ということなんですけれども、
例えばですね、英語圏のレポート等を翻訳ローカライズしていてですね、7桁のマーケターって言って、翻訳した場合、7桁のマーケターという翻訳結果になるんですね。でも思い出してほしいんですけれども、1ドルは100円ちょっとですね。ですから2桁違うわけですね。ですから翻訳結果が7と出てもそれは9桁になるわけですね。これちょっと注意が必要になってきます。そして例えば1フィートとかポンドとかそういう度量衡の単位がありますけれども、こういったものも日本の、まあ、単位ですね、キログラムとかメートルとかそういうものに直していくときに、まあ、注意が必要だということをぜひですね、忘れずに覚えておいていただきたいと思います。まあ、最後なんですけれども、ローカライズが完成後の編集なんですけれども、今お話したようにですね、新規でワードファイルを作成すると、そしてオリジナルの英語ファイルのレイアウトを見ながらですね、テキストファイルからコピペしていくと、まあ、デザインを施してある場合ですね、オリジナルのレポートのデザインを採用したいよといった場合には、そちらを見ながらデザインを施すことができます。文字に色をつけたりですね、太字にしたり車体にしたりとかですね、下線とかそういった化粧をすることができます。そして先ほども言ったようにですね、いろんなものを引き、ファイルが引きずっていないようにゼロからの新規作成でワードファイルで完成させていくってことが、まあ、セオリーになってきます。まあ、このトレーニングビデオではですね、もう簡単にですね、簡潔に、まあ、ツボというか、まあ、事前にぜひとも知っておいていただきたい事柄を中心に簡潔にお話をしました。今後追加のトレーニングでですね、具体的にさらに、まあ、詳しい内容についてですね、メンバーの方から質問をいただいた都度ですね、それにお答えするような形で補強していきたいと思います。はい、ありがとうございました。